エミリちゃんって昼間は何してるの？だいたい寝てるかな。仕事が夜遅くまでだから。昼夜逆転しちゃってる？だから授業に遅れちゃうよ。授業？学校行ってるの？専門学校、ファッション系のね。ってことは将来の夢はファッションデザイナー？難しい夢だけどね。応援してるよ。それって…ブルネットって言うんだ。日本だと茶髪？ありがとう。自分の髪の色好きなんだ。えっとねお父さんがイギリス出身なんだ。で、お母さんが日系アメリカ人。仕事の都合で日本に越してきたんだって。越してきたの7歳の時なんだ。だからもう海外よりこっちに住んでる時間の方が長いよ。小学校までね、異人町にいて、中学の途中で東京に行ったので、高校卒業して異人町に戻ってきたんだ。なるほど。もう英語の方が苦手になっちゃったな。こないだなんて外国から来た観光客に話しかけられてすごく焦っちゃったよ。思わず近くにいる外国人探しちゃった。見た目で判断されると困るよね。なあ。一応制服があるから私服はダメみたい。あのセクシーな服じゃ通勤できないからお店で着替えてるんだ。まあな。酔っ払ったおじさんとかに絡まれちゃうかもね。そういえばさ。ああ、それはね、スカウト。今の店長からスカウトされたんだ。道を歩いてたら声をかけられて、ナンパかと思って最初は逃げちゃった。そう？高雪も私をナンパしたい？おう。高雪みたいなかっこいい人でもナンパされたら逃げちゃうかな。そりゃそうだよ。どんな人かわからないし、あといちいちあしらうのめんどくさい。まあな。で、店長にナンパじゃなくて声かけられた日も、いつものナンパだと思って話聞かずに逃げちゃったんだ。でもね、店長その翌日もそのまた翌日も声をかけてきて、だから聞いたんだ。そんなに私のことが好きなんですかって。それでよく話を聞いたら面白そうな仕事だったから引き受けたんだ。この仕事は好きだよ。
私おしゃべり好きだし、お客さんも私と喋って楽しんでくれたら嬉しいから。夜遅くなる仕事で大変だけど、でもお客さんが喜んでくれるから頑張れるんだ。すごいじゃん。誇り？そうだね、私はこの仕事に誇りを持ってるかも。でもね、本当は私偉人町を離れたいんだ。それって、それはね、飽きちゃったんだ。え？私飽きっぽいから。子供の頃から住んでた町だし、なんかもう飽きちゃったかなって。エミリちゃん、本当ありがとう。似合ってる？おう。最近ネイル変えたんだ。似合うかちょっと不安だったから、よかった。そういえばさ、秘密。え？だからまだ高雪には教えない。バーで変なお客さんに絡まれたりしない？するする、めっちゃするよ。例えば？私が日本語に詳しくないと思って卑猥な言葉を教えてくるの。そういう時はどうするの？店長はかまととぶれって言ってたけど、私は気持ち悪いって言っちゃった。エミリちゃんらしいね。怒られなかった？それがお客さん喜んでたんだよね。ああ、なるほど、その手のタイプか。あ、行く？金曜日まで絶対見なきゃ。すいません、明日のバイトなんですけど、ちょっと遅れちゃいそうで。おい、エミリちゃん。
高雪。ごめんなさい。ああ。うん。わかった。わかった。そういえば高雪、高校でも働いてるって言ってたよね。ああ、星稜高校のミステリー研究会とかで指導員やってるよ。へえ、青春の真っ只中にいるんだね。エミリちゃんは高校時代はどんな子だったの？今とあんまり変わらなかったよ。東京の高校に行ってたんだけど、高校は楽しかったな。高校時代はモテたんじゃない？うん、モテ期だった。1年に100人以上から告られたかも。すげえな。何かあったの？おう、なーに？そんなに見つめちゃって。綺麗ありがとう。可愛いはよく言われるけど、綺麗はレアだよ。高雪もかっこいいよ。ところで、
趣味全開の服だよ。お店では店長の趣味全開の服だけど。なるほど。どうかな、似合ってる？おう。そうだよね、思ってたんだ。高幸もレザージャケットにデニムだなって、似合ってるなって思ってたんだよ。私たち服装の趣味も合いそうだなって。俺もだよ。実は今日服のこと言ってくれるかなって期待してたんだ。ねえ高幸、今度一緒に洋服見に行こうよ。服見ながらいろいろ語り合いたいな。おう。やった、楽しみだな。それって、うん、お客さんにもらったんだ。なんか何十万円もするんだって。マジで？若い男の人だったよ。20代後半くらいかな。ソシャゲの会社の社長やってるって言ってた。へえ。でもさ、お金より大事なことってあるよね。ああ。高幸はお金より何を大事にする？なんか深いね。うん、そうかも。探偵のお仕事はどう？高幸らしくいられる？ああ。そっか、ならいいね。エミリちゃん。うん、お店では好きにできてるし、お客さんとおしゃべりするの楽しいから。なるほど。うん、好きな仕事だよ。わかった。うん。なあ。エミリちゃん。うん。ねえ。
か、ユキ。今日はなんかありがとね。ん？なんか悩みを話したらすっきりした。そう？うん、苦しい思い出もエネルギーになる。うん、確かにそうかも。忘れちまった方がいいこともあると思うよ。うん、でも忘れられないから。それなのに忘れようとしてずっと苦しかったから、だったら前に進むエネルギーにしちゃえばいいって思うの。なるほどね、わかるよ。おい、
え？ねえ。おう。私ね、最近ずーっと孝之のこと考えてるんだ。起きてる時はもちろん、夢の中にも出てくるの。昨晩なんてね、白バイに乗って現れたんだよ。なんで白バイなんだろう。せめて白馬だよね。でも、白バイに乗ってる孝之もかっこよかったな。あのね、孝之、私、孝之のことが好き。世界で一番好き。だからこれからもずっと一緒にいたいな。一緒にいろんな場所に行って思い出作りたいよ。いいよね。エミリちゃん、俺もだよ。エミリちゃん、また会おうな。ねえ、おいしいものは最後まで取っておく方？エミリちゃん。